下久方は、長野県飯田市の天竜川左岸下岸段宮の上に位置する地域自治区名である。下久方市も、来は、下久方区兵、下久方南原、下久方小林、下久方稲葉、下久方柿の座、虎はからなる。住民基本台帳に基づく2018年9月30日、現在の人口は、男1442人。 女1462人、計2904人。世帯数は981世帯。日本版、ツールド・フランスの国際自転車レース、ツアー・オブ・ジャパン南進州ステージの開催地である。地区名の由来は1875年の村の再編時に、久しく固く結びつくようにとの願いによるもの。地形の特徴であるシダ団球による風。 越山や飯田市街地を一望できる自然豊かな景観と文英寺や滝沢洋館、久方和市などの歴史、文化遺産を持つ地区である。2017年12月から南新州広域連合が運営している稲葉クリーンセンターが本格稼働し、また三円南新自動車道の飯田上久方、京北都大市の開通。 国道256号下久方バイパスの事業化等により、今後地域の状況変化が予想されている。下久方自治振興センターの位置、飯田市のほぼ、中央に位置し、北は、堺川で、下稲郡高木村、東は、飯田市上久方、西は、天竜川を隔てて、飯田市松尾、飯田市辰岡、南は、板地下田区で、飯田市流光と接する。 天竜川沿岸の平地385メートルから上久方境の上位段級約700メートルの標高差を持ち、地質は下降岩質である。西側の傾斜地や天竜川に流れる支流の沢が多く、平地は少ない。地区のほぼ中央にある下久方小学校の原表では、統計137度50分、北緯35度28分。 海抜454メートルである。一万数千年前のものと推測される石器菓子も、トライは大原から発見されたことや、縄文時代後期の遺跡が、天竜川川岸の河原遺跡から発掘されたことから、少なくとも、紀元前4世紀から西暦300年頃の古墳時代の後期にはこの地に集落があり、生活の営みがあった。鎌倉時代前期の上級の乱を、 諏訪上市の一族、友久氏が上稲からこの地に移り住み貸し団球場に築兵城を築き、竜東一帯を友久号とし、この地を治めた。しかし、戦国時代末期、海の国の武田氏の侵攻による戦いに敗れ、友久氏は滅亡。その後、武田、織田、徳川氏の支配の後、1681年、高須藩領となり、明治時代まで続いた。 明治維新後、数度の分尊、合併を経て、1889年3月、現在の区域となる下久方村となり、1956年9月に飯田市と合併して、今日に至る。かつては、上杉と養蚕が地区の一大産業だった。上杉は、江戸時代末期から昭和初期にかけて、養蚕は明治中期以降から昭和30年頃にかけて、 下久方全域で行われていたが時代とともに衰退し、現在は果樹、落農を中心とした農業が主な産業である。上杉は久方和紙保存会、公民館が中心となって、現在も和紙の原料である蝶の栽培から、その文化が継承されている。地区を走る県道1号下久方に鉄道駅はない。最寄り駅は JR 飯田線網が駅。 または、だしな駅である。下久方畜平天竜川に架かる国道256号の水神京都、飯田市立下久方小学校下久方市も、トライはトライは下久方稲葉下も久方、小林下久方南原畜平諏訪神社。ありがとうございます。